魔物はこの奥か。待ってろよ。ルーク様、ここは引きましょう。なんだよ、お前まで邪魔すんのかよ。領主がご両親に一報もなく大使を任せるなど、どう考えても不自然です。この任務には裏がある。そうとしか思えません。なんで邪魔すんだよ。ノースマインの領主は俺を認めてくれたんだ。これを成功させれば、父上も母上もみんなも俺を認めてくれる。ようやく、ようやくなんだよ。俺はガキじゃねえ。一人でやれるんだって分からせてやれるんだ。だだっこが、こうなりゃ無理やり引っ張って帰るしかねえな。やめろ、俺に触んな。ちくしょう、なんで分かんねえんだよ。サウスビーンが魔物のせいで困ってんのは本当だろ。それを助けたいって思うのがそんなに悪いことかよ。何今の声。それにこの振動は。洞窟の魔物、私たちが近づいたことで警戒してるのかも。今だ。ばてめえ。しまった、今の振動で道が。これじゃルークを追いかけられないよ。遠回りしなきゃ。あの野郎、どこまでも手間かけさせやがって。ビシャス、いつから気づいていた。なぜ気づいた。和睦が不自然なことか。理由なんてねえよ、ただの勘だ。ま、強いて言うならあれだな、ずーっと仲悪かったんだろ、二つの集落は。それが急に和睦なんて申し込むかよ。喧嘩なんてバカバカしいことやめて、明日から手を取り合いましょう。平和っていいですね。なんて思えるほど俺は人間を信じてねえ。そんだけだ。二人とも言い争いは後にして、ルークを追うわよ。急ごう。なんか俺も嫌な予感してきた。手加減はしないぞ。痛い目を見たいようだな。まばゆき雷光、ライトニング。炎よ燃え上がれ、熱波扇風機。尺をつける。限界を超える、剣を吠えろ。雷神装甲が切り開いてみせる。不穏なる怒りの力、目の前の邪悪に裁きを。なめるな、受けてみろ。敵を肌つけてやろう。いい気になるな、目障りな。僕の目の前から消えてしまえ。マジの天国。